って出てくると思うんですよね。さあ、竹越のミドルシュート、どうか、決まった、先制、藤枝東、前半35分、劣勢に立たされていたかに見えた藤枝東。後ろから取ろうか、まだありますね。24番内田、クロスを振って、ヘリングシュート、クリアした。ここでホイッスル、試合終了。藤枝東高校優勝。